エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする星読みつれづれ草41。今日は新月と満月の願い事、いて座29度満月のメッセージにとしてですね、それに合わせて舛添都知事のホロスコープを進化占星術の観点から読み解いていきます。はい、皆さんこんにちは、大畑晴美です。今日はですね、6月の14日なんですが、明日から私は何度も動画でお伝えしてるんですけど、バーモントの方に、クリスタルアルケミーインテンシブというワークショップに参加するために出かけます。で、ちょっとその前にですね、今ずっとですね、今マスコミで日本の舛添要一さんですか、都知事のお話がずっとにぎわっていて、まあインターネットでもたくさんのね、報道が入ってくるので、まあ、どんな方かなということで、ちょっとやっぱりアストロロジャーとしては興味があるのでね、ホロスコープを見てみたんですね。そうすると、ああなるほどというようなことが多々ありました。で、まああまり細かくね、彼の生まれた時間も分かりませんので、本当にサインだけで見ていきますけれども、進化占星術から分かることをちょっとお伝えしたいなということもあります。で、それはですね、今回のこのいて座の29度の満月と少しダブルテーマがダブることもあります。そういった意味で、前回ですね、双子座のお話をして、いて座29度という29度のことについてですね、詳しくご説明できなかったので、今日はこのクリティカルデグリーと言われる29度の話を中心に、もうちょっとこの満月のお話をしたいと思います。はい、まずね、これが満月図ですよね。で、ぜひですね、この動画を初めてご覧になる方は、その前の、29度の満月のお話の1をお聞き、ご覧になってからこれをご覧になった方がお分かりになると思います。で、今回の満月というのは非常にパワフルですよというのは前回の動画でも申し上げました。ちょっと簡単に復習すると、まず5月の21日にいて座の1度で満月がありました。で、今回は同じいて座で29度という最後の度数なんですね。30になると次はですね、ヤギ座の1度になってきますので、ヤギ座、このカニ座というラインはですね、太陽はカニ座の、ごめんなさい、双子座の29度にありますから、このラインはですね、エリースポイントといってカーディナルサイン、季節の始まりのサインの始めになるんですね。ですから非常にパワフルなポイントにものすごい近いんですね。ぴったりと満月になって12時間しないうちにすぐに夏至になります。太陽がカニ座に入ってきます。そういう意味でものすごくこれがパワフルであるということ。で、もう一つですね、この29度というのは、前に動画でどっかでご説明したと思うんですけど、この次のサインに入っていく最後の度数なので、涙の度数って言われてるんですね。あるいはクリティカルデグリーっていうふうに。で、やっぱり私自身ですね、アセンダントがサソリ座の29度52分にありますので、まあ、この29という度というテーマはずっと自分自身をこう見返る時にも大きなテーマになってきたことなんです。で、前回の、ね、動画で、ね、そのこともお伝えしたかったんですけど、ちょっとあまりにもボリュームが大きすぎちゃうので割愛したんですが、舛添都知事 の、 ホロスコープを見て、ああなるほどというのを感じたんですね。で、まあ、ちょっと舛添都知事 の、 ホロスコープをご覧に入れますね。ウィキパディアによると、1948年11月29日生まれですね。で、八幡、今の北九州市で生まれになったということで、で、まあ、時間は分かりませんので、基本的に、このアセンダントというかですね、一室を牡羊座に入ってこう入ってるんですけれども。で、ハウスの切り口がありません。で、これでパッと見た時にですね、まず私がパッとまず分かっ思ったのはですね、ああ非常にサソリ座が強い方だなと。それはまあ今回の舛添さんの対応を見ていても、
なるほどというのは分かります。で、そこにですね、サウスノードがあるんですね。で、サウスノードが、金星と非常にタイトなコンジャンクションですね。5を取っています。4度と3度ですね。で、まあ、ここにベスタまであるんですけど、そして月が15度であります。ですから、月とこの、ノードも、まあ、ノードの時は、進化占星術では、だいたい、ノードに関係してくる、アスペクトを見るときは、オーブを15度ぐらい取ることが多いですから、まあ、これも、コンジャンクトしてますね。で、見ていただいたらわかると思うんですけど、本当にサソリが強いですね。で、パッと見たときに、ここ見てください。水星がですね、29度なんですよ。サソリ座の29度というのは、まあ、私のアセンダントですけど、このクリティカルデブリーと言われている、この涙の度数と言われている29度の中でも、12サインの中で一番厳しい度数がさそり座の29度というふうに、松村さんだったかな、もうおっしゃってましたね。で、まあ、それがね、ここにね、カイロンとゼロ度でくっついていて、太陽が、いて座の6度なんですね。で、この辺全部コンジャンクトになっています。そして、ものすごく、面白いなと思ったのは、ここに、今回のですね、満月の太陽がいる位置に、天王星がですね、双子座の29度にあるんですね。で、非常にこう厳しいですね、インコンジャンクトというアスペクトをですね、まあ、インコンジャンクトとはある意味トラウマのアスペクトとも言うんですけど、非常に調整が難しいアスペクトなんですね。それを取っています。ピタッと29、29で。ですから彼のホロスコープは非常に29が強調されているなっていうのが私の第一印象です。これは私の印象ですけどね。で、もう一つは、まあ、進化占星術から言うと、プルートの位置がとても大事なんですが、これが、この方は私と同じなんですけれども、獅子座が冥王星時代の方ですね。私はもう獅子座の終わりの方ですけれども、彼は、まあ、ちょうどもうちょっと年上の方ですから、16度真ん中ぐらいにあると。で、これはですね、こうスキップとステップというんですけど、このノードのラインとプルートと、このプルートの反対側のポラリティポイントがですね、90度になってるんですね、やはり。で、これはですね、非常にこう、進化占星術から言うと、究極のスキップステップというんですよ。まあ、それがどういうことかっていうのは、この後、先に29度のお話をしてからご説明します。そういった意味で非常にですね、興味深く拝見しました。それではまずちょっとですね、満月データの前回お話ししたところはここですね。これはもういいと思うので、今日はですね、前回ささっと飛ばしたところをですね、ちょっと振り返っていきたいと思います。特にこのアストロヌメロロジーのデータですけど、まあ、ヌメロロジー、比数学的に言うと、2016年は何度も繰り返してますけど、2たす0たす1たす6は9で、9というのは、こう、1桁の数字の1から0、1から9までの最後の数字ですから、1つのサイクルが終わるタイミングなんですね。で、終わって、次のものを種まきして始まっていくタイミングです。ですから、いろんなものが、終わっていくためにですね、レッドゴーしていく。手放していく、リリースしていくタイミングでもあるんですね。そういう意味で、舛添さんだけじゃなくて、私たち全員ですね、今地球上でいろんなものが今隠れてたこととか、向き合ってこなかったものが吹き出てきていますね。テロリズムにしても、今回のこのね、あのバンあのまさかですね、まさかっていうのは大虐殺ですけど、オーランドのフロリダであったですね、50人以上の方が亡くなってるんですかね。とかね。こういったことも入って、いろんな意味でいろんなものが吹き出ていますけれども、それに感情的にすぐリアクトするんではなくて、そこから何を私たちが気づいて、私たちの内側にあるものをどうやって受け取ってリリースするかということがとても大切だなと。で、まあ、舛添都知事の人生を見てもですね、今この時期にこういったことがクローズアップして、なんか今日、辞任勧告っていうんですか、
何でしたっけ、そうじゃなかったな、なんか、都議会とあがから免職っていうんですか、言葉忘れましたけど、なんかそれが停止されるっていうふうにこう出てましたけど、どうなるんでしょうね。で、まあ、こういったタイミングでそういうことが出てくるのも、ある意味本当に宇宙のエネルギーから言うと、すごく納得するタイミングで出てきてるなと思います。で、進化占星術から見ると、舛添都知事の、ホロスコープは、ある意味とてもパワフルなホロスコープで、で、大きな可能性も秘めている、ホロスコープなんですね。ただ、典型的に、このカルマの方に引っ張られていっている。もし、このホロスコープを持っている方がですね、私のクライアントさんとして、こう、コンサルにね、来てくださったら、私は的確な アドバイスができたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それは置いといて、そういった意味で、本当にいろんなものが今吹き出てきてますね。特にこの6月は、5月に非常にたくさんの星が逆行していて、6月もこのグランドクロスという十何級の、この資格が今でもできてますね。で、新月の時にもできてましたけれども、ですからこの6月の4日5日の双子座の新月を挟んで、このサジタリアスのこの射手座の1度と29度で2回満月がある。そしてその後すぐにこの29度というのは、それこそ本当にそのクリティカルディグリーで、その後すぐにエリスポイントに、太陽も入っていくという、このタイミングというのはね、本当にパワフルですよね。6月は。で、パワフルだし、トランスフォーメーショナルだし、本当にこのエネルギーを使っていくことで、なんていうのかな、本当にこう、深いシフトをね、私たち一人一人の人生の中にも、それからこの世界全体、地球全体のコレクティブなところでも、起こしていけるエネルギーがすごく流れているので、それをぜひ皆さんにうまく使っていただきたいなと思って、明日からの旅行の準備もあるんですけれども、それからクライアントさんの鑑定のご依頼もあるんですが、やはり考えて考えて、どうしてもこのことをお伝えしたいと思って、もう一度今動画を作っています。それでまたこのアストロノメロロジーに戻りますけれども、で、2016年の6月は、それに6を足すと15なので、これは、前回の、双子座の新月のところで、悪魔のカードと、15というのは悪魔のカード、6はラバーズのカードで、そのお話をしています。で、なんていうんですかね、本当にね、内側に向かった時の自分のシャドウの部分までしっかりと向き合うことで、そのシャドウの部分を抑圧して見えないして、表面だけでこう生きているのではなくて、で、その深い自分の内側の、そのいろんな軋轢やネガティブなものも今向き合うことで、内側に向き合うことで見えてきますから、それを抑圧して見ないふりをするんじゃなくて、しっかりと受け止めて、そしてそれをリリースすることで、本当に6の愛のエネルギーを回していける。で、そのために私は双子座というのは、その表面的にこう外側に情報だけ取ってきて、興味があるところ行く星座ではなくて、双子座というのは男の子2人、女の子2人のツインが2セットあって4位一体で、その天と地、そしてフェミニン、マスキリンという、このもしくはその4とでいろんな象徴ありますね。4シーズンもありますしね。四季もあるし、4エレメント、4つのエレメントもありますね。で、とにかく全体をそう見ていく中でつなげていくというところで、この双子座は常にこう外側と関わりながら、その闇の部分とのこの統合をですね、ある意味ストラッグルしながら、抱えている、そういうことをこう、何ですかね、全体をこう見ていくような、そういったエネルギーを象徴していて、そこまでこう深く理解した上で双子座が強い方ね、それから私たちがどの星座にも
ごめんなさい、どのネイタルチャートにも私たちのホロスコープには双子座がありますから、皆さんの双子座がどこにあるか、何ハウスにあるのか、そしてそこにどんな星があるのか、ね、そんなようなことを理解する中で、やっぱりそのこの双子座のこの新月、そして満月で私たちが見ていくことは、本当に奥に入っていって、内側を見ていったときに大きくシフトできる。さそり座もこの奥の暗闇と付き合う星座なんですが、さそり座の前はもともと下に入るんですね、まず。で、深く深く集中していくんです。で、ある意味固定球ですから、非常に粘着質で、水ですからくっつきますし、ベタベタするので、ドロドロ溶かして、ある意味でこうくっついたらなかなか離れないので、非常に執着が強いんです。だから手放すのも苦しい。ですから、さそり座の29度にこの、星がある方って、私もノードがありますけど、ノードじゃない、アセンダントありますけど、まあ、そういう地のこの彗星が29度というのは象徴的だなというふうに思いました。で、そうですね、そのですから、サソリはそうなんですけど、双子座の場合は、サソリと違って、まず外に行きながら、でも外で取ってくる中で自分の内側に向き合うことができたときに、本当にパッと変えていけるエネルギーであるんですね。そしてこのミュータブルグランドクロスのこの本当にね、こう常に流動的な中で、しっかりグラウンディングする中で、パッとこう自分はこうだと地球と根ざしていったときに、変わろうとしたときに変われる、本当にこうシフトできるすごいタイミングがこの6月なんですね。で、この20日というのは、この間ちらっと言って、ど忘れしちゃいましてね、20日はですね、今度は2を足します。2と0を足すと17になるので、今度はこれが17で1足す7で8なんですね。で、今日はちょっとこのお話からしたいと思います。で、8のカードというのは、まあ、タロットではですね、ストレングスのカードなんですね。で、まあ、タロットもですね、ライダー版とかの場合は8なんですけど、例えばマルセイユ版になると、ここの8と11がよく入れ替わってるんですね。で、こちらのライダー版の11のジャスティスというのがですね、8になる場合もあります。で、ジャスティスのところがですね、8になって、11がストレングスになることもあります。そして今回この11というのも非常に強調されてるナンバーなんで、それも合わせて申し上げますけど、まず8で、8はですね、あんまりタロットの話すると長くなっちゃうので、簡単に言いますけど、このね、この優しい女神様みたいな女性がですね、ここにこうエターナルなね、無限のマークですね、宇宙の真理を象徴してると思うんですけど、それにこの黄色いエネルギーですけど、非常にこう穏やかな、でも自分のパワーをしっかりと出して、でもテイミングって言いますけど、手なずけてますね、百獣の王ライオンを素手で。で、こういうその、なんていうんですかね、真理で従って、こう、なんていう、自分のその威厳っていうかな、そしてその忍耐力で、こう、百獣のライオンも従えていくような、そういう力、強さ。これ自分の内側がちゃんと宇宙とつながって、自分の真理を生きてるときに、私たちのこの、ソーラープレクサス、第三チャクラのこの黄色のね、オーラが出てくるんですね。で、そういった力強さを示しています。これは外側からのなんか威厳に頼ったり、外側のオーソリティに頼るんではなくて、自分の中からにじみ出てくる力強さ、そういったものを表すカードですね。そして、その7オクターブ上の17というのは、私のタロットの中で私が一番好きなカードなんですけれども、ザ・スターという星のカードなんです。で、まあ、星のカード、前にもどっか出てきたと思うんですけど、ここは本当にこの水というのは、非常にサブコンシャスとかアンコンシャスを象徴してるんですけど、この間の動画でも申し上げましたけど、やっぱりね、この17というのは、その、なんて言ったらいいかな。自分の中の、そうやって宇宙とつながった時に、宇宙からのメッセージをきちっとですね、
宇宙の中にこう存在している、こう今まで気づかなかったようなアンコンシャスだったものをですね、直接こうイントゥイションを通してですね、こうアイデアとしてこう引き出すことができる、ね、そういうものを持ってると思うんですね、これ。で、非常にスピリチュアルなカードですけど、ですから、で、なおかつ、その片足を水に入れて、片足をこう土についてますから、あくまでもそのスピリチュアルなことだけじゃなくて、あくまでもグラウンディングして、そしてそこから受け取った水をまた地にも流してますよね。そういった意味で本当にこう宇宙の真理を具現化していくことができるような、そういったイメージが私にはこれあるんですね。まだ他にもいろんな、ね、タロットは奥が深いですから、またご専門の方にはね、いろんな、もっともっといろんな切り口あると思うんですけど、私は今回はね、このね、この17、8という、この満月の、この8のパワフルなところというのはとてもわかる気がします。そういう意味で本当に、奥の深く自分と向き合って、そのマインドだけではなくて、理屈ではなくて、自分の中のこの本当のこの、なんていうんですかね、イントゥイッションで、こう自分の中にある物性とかハイヤーセルとつながった時に、スッとこう何か受け取れるすごいタイミングなんだろうなと思います。で、私も今ちょっとですね、いろいろあるので 本当に毎日かなり長い間瞑想してるんですけど、すごいですね、今エネルギーが本当に。で、今回はまあそこまでこの間お話しして、今日はこのクリティカルディグリーの29度と11のお話をしたいと思います。で、まずですね、パッと見て今回のこの29度というのはここですね。で、もう一つね、ここにね、ジュノーもね、29なんですね。天秤座の29度です。で、非常に29が多いということが一つ。それから、29はですね、2たす9で11になるんですね。で、11というのはマスターナンバーですよね。で、11は1たす1で2にもなるんですけれども、で、パッと見たときにですね、今度はこのグランドクロスがですね、このいて座と、い、あ、ごめんなさい、いて座にある土星と双子座の水星がぴったり11度で、ぴったりオポジション、イグザクトでオポジションを取っているんですね。ですからこれ11ですよね。ですからこの11とか29とかいうこのマスターナンバーが非常に強調されているんですね、ここ。で、これはどういうことかなというふうに考えました。で、ちょっと今日はですね、簡単に29と11のお話ししたいと思いますけど、まず11からいきましょう。ね、11というのはですね、いろんな解釈ができるんですけれども、11のもっとベースになるところは2なんですね。2というのは陰と陽に分かれてきますから、これは、パートナーシップとか、バランスを取るとか、いろんな意味が出てきます。で、その1オクターブ上が11なんですけれども、そうですね。あとはバランスですから、コンシャスネス、アンコンシャスですね。無意識。ね。潜在意識とか、無意識とコンシャスね。意識的なもの。光と闇。そういったいろんな対比、二元性みたいなものも象徴してきますね。2はね。で、それ1オクターブ上になってくる11というのは、やっぱりこれはですね、非常にこうスピリチュアルな、ナンバーなんですね。マスターナンバーというだけあって、やはりこの、マテリアルのものと、それからスピリチュアルなところをいかにこうバランス取っていくかということが一つと、もう一つはこの11というのはゲートウェイなんですよね。こう門ですよね。その狭き門から入れっていう聖書の言葉がありますけど、そういった意味でイニシエーションでもあると思うんですね。何か新しくスタートしていくというかね、なんか新しいものを受け取っていくとかね。それからイニシエーションというのは前には申し上げたと思うんですけど、マスターから弟子にね、いろんなものをこう秘技を授けていく、伝授していくのもイニシエーションですね。ですからやはりここでやっぱり自分の中でよくこう向き合って、本当に古くなったいらないものをどんどんリリースすることによって、そこにさっと宇宙から本当にこう内側に向かってね、だから瞑想が大事なんですけど、瞑想していった中で、はっといろんなですね、イントゥイッションで気づきを
気づけることを起こしてくださるんですね。瞑想するだけじゃなくて、いろんなものをリリースする中で、日々いろんなところにいろんなデータがあるんです。この双子座は外に向かっていろんな情報を取ってきますから、はっというところにシンクロニシティが起こって、いろんなことが、あら、そうかな、そうかなっていうようなことが入ってきます。そうした中で、こう、私はこっち行こうというふうに、自分の魂の行くべき道みたいな、行きたい道、ね、がこう見えてくるというのは、この11の意味かなって私は思うんですけど、で、今回ね、双子座の彗星が11じゃないですか。ね、で、まあ、そういう意味でイニシエーションだし、ニュービギニングだし、それからある意味でポータルですよね。本当にね、この11っていうのは、今を生きるってことそのものなんですね。この先でもない、過去でもない、先のことはまあ入ってから、いや、今はここでこうどう生きていくかっていうことで、本当にこの完璧にこの今の、この今その前、目の前にあるものにつながることによって、ものすごくパワフルなこうトランスフォーメーションが起こるだろうなと。そういう意味で、そのことをよく意識して、あともうちょっと20日までありますから、もう1週間切りますけれども、ここで一生懸命いろんなものを出しながら、こう、外側と比べていくときに、なんとか見つけていくときに、サジタリアスの、射手座の土星がですね、やはり11度で、パッといろんな仕組みとか、新しいビリーフ、新しい自分の信念みたいなものを、こう、与えてくれる、大きなエネルギーが流れているなと思います。で、射手座というのは、で、今回の満月になりますけど、満月は29度ですよね。で、ここに行きましょうね。満月29度ですね。はい。で、この直接この、カーディナルじゃない、ごめんなさい、ミュータブルグランドクロスには入ってませんけども、同じ、サインですね。で、この29というのは、29の前に10、20、そうですね、29というのは、まあ、2たす9で11になるんですけど、これはね、まあ、非数学的に言う前に、アストロロジーから言うと、1つの星座にサインに30度あるわけですから、29で次の星座に移るんですね。ね、ですから、本当にこの、そのサイン、例えば、サジタリアスこの場合はね、射手座のテーマの最後の最後のところで、そこを学び切って、そこでいろんな取り組んだテーマを一度手放して、次にジャンプしていく。切り替わっていくところなんですね。ですから、そういう意味で、射手座のテーマ、いろんなものをある意味で手放す。で、新しく生まれ変わる。で、いろんな執着があって、自分のこの信念とかそういったものもいろいろあるんですけど、こう自分の思い込んで生きた、このビリーフシステムですから、それ真実とは限らないんですね。自分の中でこれが真理だなと思っているようなことを、ある意味手放したところに、新しく、もっと新しい、この今を生きている現実をもっとしっかりと説明できるような心理の体系ができてくる時だと思うんです。だから、そういう意味でね、痛いんですね。やっぱり30度かけて、ずっとその射手座のテーマをこうクエストしてきたわけじゃないですか。こう探索してきて。で、あ、ここだなって言ったところで、次に、そこではもうこれ以上できないので、次のこの山羊座にそこ飛んでいくときに、そこで飛ぶために、いろんな意味で、激しい、なんていうんですかね、内側からこう、恐怖が出てくるんですね。今までこうしてきたものを手放すのは辛いし、というので、ぐーって引き戻されるようなところ。それとでも行かなきゃ、前に行くんだっていう、その二つをどういうふうにこう、勇気を持って、先が見えないから不安になるけれども、そこを一回パッと手放して飛んでいったときに、全く新しい地平線が見えてくるような、そういったタイミングが29じゃないかなって私は思うんですね。で、前回申し上げましたけど、このサビアンシンボルですよね。射手座の29は、信者を祝福する方って書いてありますけど、
まあ、法王というのは、まあ、キリスト教ならキリスト教のカソリックの法王様っていらっしゃいますけど、一つのこう心理体験ですよね。ですから、これも象徴であってね、ご自分の中の一つの心理体系がここである程度出来上がる。それで祝福される。そして、そこをこう人にこう、OK って納得して、その飛んでもいいし、いらない。ここでいろんな苦しみとかまだ出てる場合は、そのし、もしかしたらその包み込んできた体系が古くなってるかもしれない。そういったことを気づいていくことがとても大切だろうなと思うんです。うまく伝えられてるかな。ちょっとなかなか言葉にできなくて、とてももどかしいんですけど、で、そういう意味でね、11とをそのタロットでいくと、11はですね、このジャスティスなんですね。さっき言ったように、マルセイ版はストレングスになるんですけど、でジャスティスというのはこう正義ですよね。で、ここにこう、まあ、正義の、なんていうんですかね、さしししあの裁判官みたいな方がですね、こちらにバランスをちゃんと取ってるかという測りと、そして剣を持っています。で、まあ、この剣は、まあ、ある意味で、この、なんていうんですかね、こういろんなしがらみを取っていく剣って言ってもいいですかね。お不動様の剣かもしれません。そんなイメージが私にはいつもあるんですね。人を切るための剣ではないです。で、いろんな古くなったものをバサッと切ってですね、で、本当に古くなったものとか、フェイクなものね、こう、海王星が来てますから、海王星っていうのは、ピュアな海王星は宇宙の真理そのものなんですけど、その周りにあるいろんなディルージョンもあるんです。妄想とか。ね。そういったものもしっかりクリアなで見ていく中で、いらないものを取っていく。そういったこうなんか厳しさみたいなもの、そこで正義が出てくるみたいなものをこうすごく示すなというふうに思うんですね。で、その1オクターブ上の29はもう、大アルカナは21までしかありませんから、まあ、0のあれを入れて22枚ですよね。フールを入れてね。ですから、29は今度はワンドの3になるんですね。で、このワンドの3っていうのは、これも非常にこう、明るいですよね。で、背を向けています。で、これある意味で、なんかある程度いろんなものを成し遂げて、これから旅に出ていくというかね、船がやってくるというかね、やるだけのことはやったぞっていうイメージですよね。で、まさしくこの29、クリティカルディグリーで、この最後の、このサインの最後のところというのも、すごくここで象徴してると思うんです。そしてある意味、そのま、それまでの今までのこう築き上げてきたものも背を向けて、また新しい旅に、新しいところへ今度は旅立つんだっていうような、そういうなんか思いっていうか、そういったエネルギーも感じるし、全体的に本当に黄色いですから、やっぱり非常に明るい。ここはでも荒野ですよね。だから、まだまだ耕していかなきゃいけないことがある。だから、それをもっと耕すためにどんなことしたらいいんだろうところで、ここから船も見えています。で、船がやってくると、そんなイメージが私にはするんですけど、やっぱりこれはですね、本当にスピリチュアルパワーですね。意味しているところは。やっぱり、なんていうのかな、この水もこう黄色になってますけど、ここ水ですよね、船があるんだから。で、ここはやっぱりサブコンシャスじゃないですか。で、リフレクションで。やっぱりこの29というのは、そういう意味で外側に打って出るんじゃなくて、内側をよくイントロスペクティブしてね、内側内観して内観して内観していったところで見えてきた。よし、私はあっちへ行こうと。今までこれだけのことをしてきたけど、もう、つか、いら、い、そこにこだわるんじゃなくて、前を向いて、新しいところに船が来るから、船に乗って冒険に行こうと。ね。新しい開拓しようというような、そんなエネルギー。そして、その黄色、ソーラープレクタスの、その太陽神経層の第三チャクラの、この黄色の色が全体を占めてます。そして赤いマントというのも、これ、クンダリーニの色ですね。そういった意味で、本当にしっかりと大地に根ざしながら、しかし天ともつながって、この3本の
このワンドはしっかりと上を向いていますね。で、よし、こっちへ行くぞと。そういった感覚が29なんですね。はい。で、本当にこの新月は、この29度残って、すぐにその後、クリティカルディグリーでいう夏至、新しい夏が来て。で、その上、マスターナンバーになってきますね。29、11でね。こういうこと全部合わせるとですね、本当にこの、なんていうんですかね、で、このミュータブルサインのグランドクロスが来てるということで、もう本当にパワフルですね。そしてブルームーンですから、ブルームーンはやはり一つの星座が二つあるということは、ある特別なエネルギーが働いています。そして、前回の動画でも申し上げましたけど、このギャラクティセンターですね、ギャラクティックセンター、ミルクウェイにある私の、宇宙のこの銀河の中心、太陽がその周りを太陽系も回っている中心とも非常に近いところにあります。そういう意味で本当にね、今このあと4、5日、6、5日ぐらい、しっかりとね、内側と向き合ってね、いろんなことをこう内観しながら、外にもたくさんいろんな情報をこう発信したり見ていく中で、はっはっはっといろんなことを気づけたときに、とにかく手放す、ジャスティスのこの、剣でですね、どんどんこう勇気を持って切り離していったときに、すごく大きなシフトができるタイミングだなと思います。はい。で、なおかつ、今ちょっとここに書いておいたんですけど、火星とね、天王星の話なんですけど、火星がですね、前の動画で申し上げましたけど、ずっと逆行していて、この2ヶ月。で、6月の29日に今度は巡行に戻ってきますけど、今、この新月、満月の時もですね、さそり座の23度で止まっていますね。で、まあ23度からですね、そこでぐーっと止まって、そこから今度は、こう、巡行に戻っていくんですけど、そういった意味で、さそり座のテーマ、そして、火星というのは、エソテリック、昔からのね、エソテリックなアストロジーでは、そのさそり座の、ルーラーですよね。そして、ごめんなさい、エリスって何でしたっけ、私、自分、ごめんなさいね。おひつし座ですね。おひつし座の支配者でもありますよね、もともとね。で、この23度の火星がですね、ぴったりと、今、牡羊座にずっとトランジットしてる、ね、2011年ですよね、3月12日からずっと天王星がですね、東北大震災が起こった翌日から新聞展に入ってきて、ずっとこうトランジットしてるんですね。で、私の太陽、この辺ありましたから、劇的に私の人生も変わりましたけど、この天王星が23度で、ぴったりとインコンジャンクションを取ってるんです。で、インコンジャンクションというのは、150度あるところなんですけど、今日はあまり詳しいことは申し上げませんけど、非常にトラウマを象徴するようなエネルギーなんです。なぜかというと、サインも共通点が全くないんですね。水と火ですよね。そしてここは、不動宮、ここはカーディナルサインですよね。そういった意味で全くこの、何の、エネルギー的に共通点がない分、ものすごくここ調整していくことが大切なんです。ですから、調整をするためのいろんな、なんていうのかな、苦しいことがたくさん起こりやすいんですね。で、特に、天王星というのは、進化占星術から言うとトラウマも象徴しているところなので、急激にポッと変わりますから、で、今レトログレードしている、逆行している火星、それも、さそり座ですよね。もともとね、春分点からさそり座っていうのは、あと乙女座もそうですけど、150度のインコンジャクションを取るところなので、これ本当にクライシスを表すんですね。ですから、そういった意味でいろんなね、こう、クライシスが今起こりやすいです。それがまさしく、舛添一次に起こっているんですけど、舛添一次一人だけではなくて、私たち一人一人もたくさんのことでいろんなクライシスに、がこう目の前にこう現れてきてる方もいると思うんです。でもそれはね、魂の進化の視点から言えば、
あるべくして起こっていて、すごく、オポチュニティ、祝福とは言わないけど、祝福するぐらい、ああ、今気づけてよかったな、というようなことが今たくさん起こってるはずなんですね。だからそのことをしっかりと、こう、ああ、そういうことが起こるんだな、本当に目から鱗のようにいろんなことが起こってきます。その時に、どう自分が、こう、リスポンドしていくか。ガーッと恐怖でいくと自分をこうプロテクトするために嘘に嘘を塗り固めて行っていく中で周りがどん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 こう離れていくようなことが起こる。もしくは本当に自分の中のいろんな汚い部分とかいらないネガティブな部分もしっかりと抱きしめて、そこをしっかりこう認めた上で自分でオンしていく。きちっとそれを自分で責任取るってことそういうことですよね。しっかりとオン、所有して。でもそれにしがみつくんじゃなくて、所有したらね、受け取ったらね、あ、もうこれは私はいらないから、手放しますと言って、アーケンジェル・ラファエルをお呼びして取っていただくとか、それがヒールしていただくとか、まずその前にね、一番いいのはね、アーケンジェル・マイコーです、ね。ミカエルさんをお呼びして、ミカエルさんにこれも私取りますから、どうぞ受け取ってください。ミカエルさんの剣で切ってください。私の剣でも切りますという形で、こう切っていく中で、本当にそれ手放したときにすごい癒しが起こるんですよ。それは、その、なんていうか、切ってね、もう手放すことが許しなんです。forgiveness なんです。本当にね、そうやって許せたときに、リリースできたときにすごい癒しが起こって、本当に、今まであんなに苦しかったら何なんだろうっていうぐらい、自分の中の、本当の自分の仏性が輝いてくれるっていうかね。宇宙からの光がこう、一番の暗い目になったところに、こうパッと入ってきて、コロッと変われるんです、このミュータブルのエネルギーは。わかりますかね。ね。そういう意味でも、このインコンジャンクトも非常に象徴的だなと。そしてそうやって本当に手放したときに、この後、9日してから火星が巡行に戻って、どん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 、こっちへ移っていきますから、そうするとですね、また本当にこう、新しいエネルギー、どんどんどん火星はですね、こう自分の意志を表しますから、そして生きていくときの、こう、エネルギーのもとですよね。だからそこをですね、しっかりと、ここだって言っていったときに、いろんなことが本当に進んでいきます。でも、そこをしないまんま、巡行に戻ると、せっかく見直す時間があったのに、それをできないまま行ってしまうと、もっと苦しいことを、カルマを、どんどん因縁を積んでいきますから、この満月、とてもとても、もう、どのくらい強調できるかなっていうぐらい、とても大切な満月だと思います。で、もう一つは、このね、冥王星が、特に日本はこのアセンダーと重なってますけど、皆さんの、まあ、出生図でどこになってるでしょうかね。この冥王星がね、今ね、16度、そしてほとんど15、16で、ほとんどエグザクトでですね、非常に近いトラインでですね、この乙女座の、木星と重なっていて、乙女座の木星はノースノードとピタッと重なっています。ね。で、海王星とも17度、そしてサウスノードともこうきちっと重なっているので、ここはパワフルですよね。もう、冥王星は使徒再生の星ですから、本当に、そういったところで、あ、自分はここだなっていうこ、あの、ここでやっていくんだっていう自分のこだわりみたいなことをしっかりと落とし込んでやっていったときに、前に進もうとしていったときに、すごく、先に進めていく。そして、太陽が金星と重なってる。ね。3度と29度ですから。ですから、やっぱり、本当にね、恐怖とか不安、見えないから不安でしがみつくんじゃなくて、宇宙を信頼して、そして宇宙とつながっている自分の中の仏性、自分の内側にあるハイヤーセルフを信頼して、両手を広げて、いろんなものを手放して前に一歩進んだ時に、たくさんのことがガラ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 ってこう、運命的なことが起こってくるんだろうなというふうに私は思うんですね。そういう意味で、マスオさんのこれからホロスコープを簡単に読んでいきますけれども、これもね、今彼とても苦しいと思うんですけど、彼がそのことに気づいてですね、行くには彼にとってはもう彼のこの生まれてきた天命をね、しっかりと理解されてですね、魂の声に耳を傾けていった時に、今の起こっていることはとても大切な
ピボタルポイントになると思ったんですね。で、さっき申し上げましたけど、進化占星術から言うと、まずプルートを読むんです。で、ハウスが分かりませんから、一応もう、ここ5室として読みますけど、多分彼、1時45分ぐらいに生まれると、ちょうどここがですね、アセンダントになるので、それで読んでもなんか、通じるので、そのぐらいに生まれたんじゃないかなって、なんか思ってるんですけど、49分ぐらいかなとかね。で、まあ、プルートですから、獅子座ですよね。獅子座というのは、王様の星座でしょ？で、私もプルートに、が獅子座にあるので、これ世代的なもんなんですけど、やっぱりこう、自分が太陽になってね、自分を自己表現してね、で、民のためにね、一生懸命こう、自分の身を燃やしてね、周りが、オーディアンス、民が喜んでくれることが喜びになるようなところなんです。で、やっぱりだから自分をこう目立たせたいしね、目立ってなくちゃいけないしね、オーディアンスが必要なんです。みんなからこう、すごいねじゃないけど、素晴らしいねって言ってもらうような、そういったことがとても大切な、そこに感情的なこだわりがあるんですよ、プルートは。この魂のサイコロジカル、心理的な、それからイモーショナルなこだわりなのでね。ですから、そのプルートがあるところをよく理解した上で、根性はそのプルートのある反対側をポラリティポイントというんですけど、そこをしっかりと意識して、そこに焦点を当てていくことがとても大事なんです。過去でここ何度もやってきてることなので、ね、獅子座の太陽、プルートがある方は反対のこの水瓶座。水瓶座は、これは、インパーソナルな、人類そのものです。社会そのものです。人類、周りのこの友である仲間たち、ね、小さな仲間である世界全体の人類のために、そこに向かって自分がその中でどんなふうに自己表現して、どういうふうにこうやっていくかという、その水瓶座のテーマ、アクエリアスのテーマを意識していったときに、その時にやっぱり自分をね、いかにこう、滅するというかね、なんか、ミーファーストじゃなくて、自分をその中でいかに役立てるかってことを考えてやっていったときに、すごく、こう、根性はバランスが取れてきて、良くなるんですけれども、その時に、そこをまず一つね、それで、どういったところで、こう、経験をして、そういうことを磨いていくかっていうことを示すのが、ノードなんですね。で、必ずサウスノードとノースノードがあって、ノースノードの方、今度ノードにですね、今ちょっとアスペクトの線を入れてます。そうすると、舛添さんはですね、綺麗なですね、カイトができてるんですね、ここね。で、まあ、ここでもか、こっちなんで、ここになんか例えばトランジットでね、こういう線が来るとですね、ここも綺麗なカイトができるんですね。で、ここにもこう、トラここにも、まあ、ちょっと度数が外れてますけれども、来るとカイトができてくるような、非常にね、パワフルなね、エネルギーをお持ちなんですよね。だからやっぱり、都知事にもなるような、運もあったんですけど、それをこう、うまく、ね、せっかくそこまでなられたのに、生かしきれなかったのは残念だなと思いますけど、で、この能動ですけど、彼の特徴的なのは、ノースノードが、牡牛座の4度であるんですね。で、まあ、これ、まあ、一応2室としましょう。典型的なね。で、反対側の、この、サウスノードがあるところ、サソリ座に、たくさん星があるんですよ。だから、やっぱりね、サウスノードってのは過去なんですね。で、過去でいろいろやってきたところで、そこにこだわりやし、そこにカルマもあるんです。で、やっぱりサソリ座のテーマというのがですね、前にサソリ座のお話でしたと思うんですけど、非常にその感情レベルの、いろんな執着があるんですね。で、ここはですね、パワーストラグル、死と再生のサインですから、自分のイゴを殺して、そして一緒になって新しくこう、パートナーとかとつながっていく新しい価値観とかを身につけるところなんですが、どうしてもこう、自分と相手ということの中で、パワーストラグルが起こってきてる。で、ここにサウスノードがあるということは、そういったことを彼の魂は何度もやってらっしゃる魂なんですね。だからやっぱりすごくオーソリティ、自分のパワーってことにこだわりがあるんです。だからやっぱりすごく彼は権威をすごくこう、権力者になりたかったんだっていうことを、たくさんの方がいろいろ、たけしさんとおっしゃってるみたいですけど、やっぱり
すごくパワーっていうことに固執されたんだと思うんですね。生まれかったところもお家も貧しかったっていうことも聞いてますけど、お父様が早く亡くなられて。で、まあ、そういったところで、そういったこともすごくさそり座と影響してますね。で、ファイナンスも表すところなのでね。で、ノードと金星が近いですから、非常に重なってますから、やっぱり非常にこう、金星のこう、アート、芸術感覚みたいなことは過去世でとってもやられた方なんですね。だから美術館がお好きだし、やっぱり美術的なこう、センスとかっていうのはとてもある方だと思いますよね。ただやっぱり、金星のそのもう一つの面でこう、セクシャルな部分とか、それからこう愛情関係とか、そういったところは結構、サースノードが重なっているってことは、いろんな意味でこう非常にボラな部分、うまくいかないことも多いでしょうね。そういう意味でなんか、ご結婚も何度もなさってたりとか、なんですか、婚姻以外の、お子さんがいらっしゃるとか、いろんなお話が出てますけれども、そういったようなところも、彼のそういった一面をすごく象徴しているなと、さそり座のエネルギーだなというのを感じます。そしてそのさそり座の月で能動と近いですよねっていうので、まあ、話すといろいろ出てきちゃうので、あんまり詳しくお話しするつもりはないんですけども、やっぱりね、サウスノードがさそりにある方っていうのは、そういった意味で本当にこの自分の中のその感情的なもの、それからマテリアルなもの、ファイナンスなもの、そういったいろんなこうパワーに対する執着みたいなものをいかに手放していくかなんですよね。で、そこにものすごい執着が彼はあるんですね。で、サソリというのは一番本当にね、水のサインの固定球なので、水は本当感情で全部溶かしてドロドロドロしてベタ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 くっつくので離れないんですよ。その上固定球ですから。本当に一番執着しちゃうとこなんですね、ここね。そこを手放していかなきゃいけないので、すごく苦しいと思うんですけども、そこに引きずられていきやすいですね、これだけ星がありますから。でもそこをこう気づいて、そこを本当にね、勇気を持って手放していったときに、彼はこちらへ行けるはずなんですね、このノースノードの。で、おひつじ座というのはグランディングをして、地のサインですよね。そして、周りから何と言われようと、周りの権威とかじゃなくて、自分は自分で大丈夫。自分の内側としっかり向き合う中で、自分は大丈夫という、他者、外側の権威からで、自分はこうだっていうようなものを与えられなくても、自分に対するすごい信頼感を、身につけていく、学んでいくところがある意味お医者なので、そこにノードがある、サウスノードがあるということは、もし舛添さんがそちらの方にきちっとシフトしていかれるようになったら、すごく変わるだろうなと思うんですね。だからやっぱり舛添さんがすごくこうお勉強ができたこと、すごく分かります。29度の彗星でね。そしてそこが彼のある意味すごく大きな努力なさった方だって聞いてますけど、その何て言うんですか、バリューになった、リソースにもなった。そしてそれで何て言うんですかね、でそこにですね、そのリソースを素直に自分らしく使っていればよかったんですけど、どうしてもそこに東大という権威、そしてたくさんのこういろんな方のお話聞くと、やっぱり東大以外は目じゃないみたいなこうコメントなさってるようなところがあったし、昔からやっぱり舛添さんがテレビで活躍なさってたから、私なんとなくどうも彼の中の弱さっていうかね、そういうものを感じてたんですね。ものすごく彼は自分の弱いところにしっかり向かう、私たちみんな弱いものがありますから、そこに向き合われた時にすごく大きく変われるね。これだけこうさそりが強いってことは、やっぱりトランスフォーメーションがとても大きな課題だと思うんですね。で、進化占星術の視点から言うと、この90度をとってのスキップステップですよってさっき申し上げましたけど、究極のスキップステップがプルートとのこの90度なんですね、ノードのラインの。ですから、その一番魂が根性、ここを大切にして進化していくところが、一番学びにくくなっているんです、90度というのは。見えないんですよね、こう、
こう、まっすぐ行って反対側見えてるじゃないですか、オポジションでも。でも90度っていうのは突然こう、横から入ってきますから、そこに行かないと見えないので、本当に一番気がつかなくて、一番こう学べないところにある位置が90度でスキップとステップっていうんですね。だから、その脳のラインに90度であるところになんか、そこにプラネットがあると、そこのところをしっかりとね、理解していくことが大事なんですよね。で、実際私もね、私のホロスコープを見ると、ノードのラインとプルートが全く、まさしくスキップとステップしてるんです。で、本当に私も気づくまでに60年かかって、まあ、ありましたけど、これ以上は、まあ、進化占星術の詳しいことはもうお話できないので、その時に、その方のネイタルチャートによって違うんですけど、どっちのノード行かなきゃいけない。最終的には必ず皆さんね、私たちはこのノースノードに行かなきゃいけないんですけど、人によっては、まずサウスノードのことをもう一度やり直して、そしてノースノードに行く場合があるんですね。私がそうなんですけど。ですけれども、舛添さんの場合は、これはもう、プルートのは、最初からこちら、自分に、外側のこのいろんなものがいいから、自分ということに向かっていったときに、パッと開ける。自分は大丈夫。そしてその自分をいかに人のためにどう使っていくのか、その素晴らしい頭の良さとか、そういったことを、そのことだけを考えて生きていかれたときに、彼はすごくこう、耐性できた方だと思うんですね。ところがもう彼はどうしてもこちらに星が多い分惹かれていってしまったことが一つと、それから、そこに惹かれて生きやすいですよね。これだけ星があるんですから。無意識にしてると絶対そっち引っ張られます。誰でも。ここは進化占星術で、ネイタルチャートのエネルギーをよく理解していくと、意識して、あ、こっちとこっちだなってことが分かると、ぐーっとこう、転換できると思うんですけど、そこは本当にすごく気づきにくいとこなので、こっち引っ張られていくでしょうね。で、もう一つは、ここでパッと私がまず思ったのは、それが一つね、このスキップステップとこの話。で、今回のこの満月が起こるとこなんですけど、ここにユラヌス。天王星が29度であるんですね。そして、このサウスノードがあるサソリ座の29度に、水星が29度で、ぴったり、イグザクトのインコンジャクションを作ってるんです。で、これもね、ものすごくこう、象徴的だなというふうに私は読むんですね。進化占星術の立場から見ると。進化占星術の立場から見ると、ユラヌスというのは、トラウマを表すんですね。非常にこう、彗星が非常にこう、ショートタイムメモリーだとするとね、短い、今のここのこう記憶なんですけど、ユラヌスは、何世代も分かって自分のこの過去性をずっと遡った全てのメモリーという意味で、記憶という意味で、ロングタームメモリー、ね、長期記憶というふうに呼んでますけど、そういった意味でそこが表すところっていうのが、その魂の非常に大きな、なんか傷ついてるようなトラウマをしっかりと表してるんですね。で、やっぱりこの、その産室とか、何でしたっけ？ごめんなさい。言葉が出てこない。ジェムライ、双子座。双子座にね、トラ、あの、このユラヌス、天王星が、ごめんなさいね。なんかもう頭がショートしてきましたね。場合はね、こういうことが言えるんですけども、特にここ29度ですから、クリティカルポイントですよね。だから、ものすごく強調されてるんですよ。さっき説明したように、そこを手放して先飛んでいくところですから。ね。で、やっぱりね、ちょっと私メモったんですよね。これね、外側と、なんていうかね、自分のね、現実をこう、理解していくときにね、こう知的に理解していくときに、いつもね、外側とか内側からいろんな対立が起こるんですね、これ。この産室とかジェムナイにあると。そして、それが彗星にもインカンコンジャクトしてますから、このトラウマの度合いはものすごく強いなっていうのを感じるんですね、私。多分、
いろんな彼の持ってるその思考とかね、信念みたいなものがですね、非常にこう蝕まれるような時にですね、ものすごいなんかすごいストレスを感じちゃうんですね。それは過去世でそういうことがいっぱいあったんだと思うんですよ。そういう、思考の枠組みのそういうのがすごくよく見られます。ですから、多分非常にそういったことがあるので、ある意味言葉をよく言うとユニーク、ある意味なんか本当にね、他の人とは全然違ったこの波長でものを考えてるっていうかな。だから今回のこの集中審議ですか？を見ても、本当に周りからあれだけやんやんやんや世間も言っていても、彼はある意味なんかもう本当に自分のある意味しがみついてるところもあるんですけどね、それはさそり座ってこともあるのかもしれないけど、非常にちょっとユニークなところありますよね。それはやっぱりね、そういうここのユラヌス29度というのは、すごくなんか私は理解できるんですね。で、そこがですね、水星とインコンジャンクト取ってるということで、もっとすごいですよね。水星というのは、いわゆる、日常の今現状、目の前にあるいろんな情報を取ってきて、コミュニケーションを取って、そしてプロセスして、分析してっていうことと、それからユラノスっていうのは、その自分の中のオリジナリティとか、インディビジュアリティ、個性みたいなものを表現していくものですよね。それと、いろんなものを分析していくのが、インコンジャンクトですから、本当に調整がものすごく必要なところがあるから、ご本人自体も非常に多分苦しいんじゃないですかね。で、そういう意味で、ユラノスがポロッポロッといろんなところにチャチを入れてきますから、そういう意味でものすごく安定性がないですよね。だからコロ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 いろんなこと変わることもありますよね。で、なんていうのかな。で、非常に悪くなると、ここが自分の中でももうちょっと調整ができない分、意固地になってしまって、本当に自分のやり方っていうのを、ある意味人の話が聞けないというかね、そういったところもありますよね。で、この話はあんまり詳しくする気はないので、でもここは29ということで、やっぱりそこはね、ものすごくこだわっちゃうところだと思うんですね。自分らしさとか自分がっていうところと、何かその自分のそのパワーストラッグルみたいなさそり座のテーマの、なんですか、水星の29度。で、そこをね、さっき言った、29の持ってる、本来持ってるエネルギーに目覚めて、いろいろとリリースして受け取って前に進んでいったときに、彼はその後すぐにカイロンがここにいるので、大きく癒されると思うんですよね。そういった意味で、彼の人生にとってもう誰もがそれは分かっていることだと思うんですけど、ここをどういうふうにしっかりと自分の内側にあるいろんなものをですね、飾るのではなく、しっかり気づいていって、受け取ってリリースしていく中で、彼は例えば火星とか木星もね、コンジャンクとして山羊座にあるしね、ここユラヌスとオポジットになってる分、いろんなユニークな発想もできる方のはずだしね、そういうところもあってね、大きく見ていった時に、大きな仕事ができる方でもあるんですよね。そういう意味で非常に大きな可能性も秘めているけれども、とても難しい、可能性もある。そして、いろんなセコイだなんだ細かくなるところは、この土星が乙女座にあるところなんですね。でも、そして、でも土星が絡んでいるので、それをうまく活用してね、そういう細かいところを行政とか、
になるんだったら、その本当に政治家だったら、ここのね、政治家の本来こう、民のために、民主のために社会を作っていく、どんなことができるんだろう、自分がっていう視点で、本当に進んだときにすごく変われるはずなんですけれども、彼はいかんせん、自分のその一番弱い部分、この、サウスノードで象徴されていった部分をもう一度周到してしまうような人生を今まで歩まれてきちゃってたんだろうなと思います。それは腰がここまでありますから、そっちの方へどうしても意識しないと引っ張られていきます。本当に そういう意味で因縁というのは怖いですね。でも人間は意識した時に変わってこれると思うんですね。ですからこれからね、松戸さんがどういうふうな人生を歩まれていくのか私は分かりませんけど、一人それぞれの天命があります。で、彼のそういう持って生まれたとてもパワフルなエネルギーをそちらの方にこう向けられて、この2室のノースノード、そしてアクエリアス11室 の部分、ポラリティポイントのところにこう意識をカッと集中していかれた時にね、大きな癒しが来るだろうな。そういう意味でいろんなことをこう今手放していかれることをすごくすごくお勧めしますね。そうした時に本当に大きな癒しが来てですね、自分の太陽も輝いていけるんじゃないかと思います。そういった意味で本当に出生図の中にすごくクリアにいろんなエネルギーが読み止めるなというのをつくづく感じました。はい、長くなってしまいました。そういう意味で皆さんいかがでしょうか。29度クリティカルディグリーね、皆さんの中にもし29度があった場合はですね、そういった視点も考えて、このあと1週間弱、この満月までに、満月はいろんなものをリリースして手放していって、新しいものをこうね、いけるタイミングですから、内観ね、してください。瞑想とても大事です。そしていろんなことを気づけたら、それを喜びで手放していきましょう。はい、ご清聴どうもありがとうございました。素敵な、1週間と新月を満月をお迎えください。